はい、じゃあやりましょうかね。はい、じゃあいきます。はい、ではお願いします。いいですか。じゃあ、皆さん、今回ですね、4人用の MDK、うん、リブが短い、これ買った方は得ですよ。3倍分も取れます、リブが短い分だけ。よく4人用でこの通常のね、クラシックタイプのね、一応父が作った4人用で3倍取る方いらっしゃるんですけど、うん、そうすると粉の量が少なすぎて、うん、結局リブのとこまでからリブとコーヒーの粉の隙間が少なくなる。そうするとほとんど変わらなくなってしまう。これでもかなり今レベル高い話になってますけど、これを理屈を理解すると、本当にこの式のこのリブの長さはね、使いようによっていろんなアプローチができるから、これそういう点ではいいですね。そうね、これは3人用としても使えるのか、うん、それで、うん、面白い。ちょっとよく比べてみますと、うん、そこに2人用の古いタイプがありましたね、うん、そのクラシック、うちの父の、これを並べてみると、ね、うん、この2人よりかリブが短い。おー、はいはいはい。上手い人はこれで、ちょっと穴も大きいんですが、うんうん、上手い人はこれで2杯も取れる。なるほどね、2杯も取れる、すべれも、うん、で、これをね、買った人は一番いいなと思うのは、コーヒー、あと粗く引けばいいだけです。ですから粗く引けば目の間が大きくなるということですね。で、ドリップの基本っていうのは、コーヒーの粉の中にお湯が入っていく、これがコーヒーさん、これが粉さんだとすると、お湯さんでしょ。あ、お湯さん、お湯さん、こっちはコーヒーの粉さん、うんうん、はい、ごめんなさいね、お湯さんと、こんにちは、コーヒーさん、あら、お湯さん久しぶりじゃない、ちょっと上がっていかないって言って、このコーヒーさんのお家に入っていく、こういうイメージを頭に入れてドリップしていくと美味しくなるんですよ。それを皆さんやってるのは、こんにちは、さよなら、こんにちは、さよならっていうだけなんですね。だから表面の黒い部分だけ起こってきて、ここに出てきたのがコーヒー色のお湯になってしまうんですよ。コーヒー色のお湯を飲んで、どこどこさんがコーヒーが難かったわなんて言う人がいるんですよ。いや、それはあんた入れ方悪いんじゃないのっていうことが、まあまあまあ、うちの塾にはありますけども、塾生にはいつもそう言ってます。皆さんは絶対にコーヒー色のお湯を作っておりますので、ちゃんとここでコーヒーにしましょう、コーヒーにしましょう、うん、エキスをちゃんと取りましょうということですね。ちょっとあのペーパー折る前にちょっと待ってもらって、オープニングだけ撮りますね。はい、はい、じゃあピーいいですか。今撮っちゃったか、練習してたのに。さあ皆さんこんにちは、こんにちは、コーヒーを愛しすぎた男岩崎泰造が、今日は河野社長のところで、ついにやってまいりました、河野式の塩水フィルターの正しい使い方をご本人にレクチャーしてもらうと、はい、こんな貴重な機会はないですよ。いろんな扱い方でね、いろんな方が楽しんでこれ使っている道具なんですけれども、本家の清澄河野式ドリップというところで、はい、今日は、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。コーヒー器具に悪魔を打った河野正雄でございます。どんどん新しいコーヒー機を作っておりますが、皆さん塩水系どんどん進化しているのご存知ですか。こちらは MDK 4人用でございます。こちらはですね、5年ほど前、創業90周年を記念して作ったモデル、はい、こちらが花文字が入っているのは、これ、うん、祖父が、作った初めのロゴはこの、うん、この図という、このね、ドイツ式の花文字使っております、うん、シンス1925、ね、デザインがいいよね、うん、まず塩水系ペーパー、ペーパーの折り方っていうのもあるんですか。そうですね、またペーパーの折り方、うん、っていうのがございまして、河野純正の純正バージンパルプ仕様、バージンパルプ 100%、ね、これ両面クレープのペーパーでございます、うん、はい、こちらまずこのリブの部分、こっちの MDK の場合はこのように折ってくださいですか。今までの名門の場合は、作った当時はペーパーがもう少し角度がありました。で、今はペーパーが全部こう90度になっておりますので、名門の4人用を使う場合、今まで従来通りのものの場合はちょっとこのように折って角度をつけていただく。で、こちらの新しいものプラスドリップ名人4人用は、
90度のこの角度になっておりますので、このように折っていただくと。でここでもう一つ秘密がございます。まず広げて、よくこれをねパコッと半分に折るかというんですけど、折らないでください、うん、ここにね折り目がついてしまう。この先っぽの部分だけを指を入れてちょっと膨らました状態から、うん、この部分でございますから、この部分を少し内側に折ります。いいですか、このように、うん、折るとここがとんがってできます。でセットね、まあ、僕はどういう焼きか好みとしてこっち側にね、おうん、このところにこういうふうに置きたいと、おう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 、どうしても置きたいと、ここにね、うん、ここにこう、ね、ここにこう置きたいこのこだわり分かりますよ、ね、私もねつい揃えちゃう、向きを揃えたいということですね、はい、なぜそうするかってね、このね折り目がね結構リブの役目を果たすんですよ、うんうん、ところがポッとこう持ってる時に、ね、こっちにあまり落とさないですね、うんうん、前に行くほど行きがちですね、うん、ですから慣れてるだけこっちにすると。で、まあ、コーヒー4杯ですね、すり切れ。コーヒーね美味しく入らない方はね、コーヒーケチってる方もいるんでね、その場合はこのようにね山盛りにコーヒーは贅沢に使う、ね、贅沢は素敵だ。これあれこの豆は何ですか、今日使っていただくこの、これはですね、コーヒー、こちらの写真に写っているコーヒーパーティー当時に作られていたブレンドを再現した、幻想ブレンド、幻想ブレンド、いや幻の思い、うんうんうん、で、まあ、軽くこう叩いて平らにします、うんうん、よくねふわっとやった方がいいよなんて言ってる方もいらっしゃいますが、それはちょっと間違いで、少し叩いた方が初心者の方には簡単です、うん、なぜかというと、うんうん、これね疑問に思うでしょ、うん、はいはい、そうこの後粉が締まるわけです、うんうん、でポタポタお湯を入れられない方はザッとお湯が入ります。その時間があるとこう お湯がコーヒーとコーヒーの間を吸い抜けていっちゃう。なので少し締めることによって間を締めていく、うん、抽出のスピードもちょっと遅らせるような効果があるんですね。遅る効果がありますね。ちなみにこう穴掘ったり山盛りにみたいないろんな流派があるんですけど、まあ、山盛り流派は実はうちの父がやってたのは山盛り、うん、おなるほど、ここはねポコッとやや長高にし、うん、そのセンターからお湯をゆっくり注ぐと、うんうんうん、あと掘るっていう方はですね、これね松屋さん、名古屋の松屋さんが掘るやり方をしてるんですけど、はい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 、松屋さんはねコーヒーのことすごく粗挽きにして多く使うんですよ、うんうん、1杯あたり 16-17g 入れて、うん、たっぷり使ってお湯をまず沸かした沸騰したやつを入れて蓋をして、うん、そしてちょっと待ってもう一回沸かし直した熱いお湯をまた使うっていうやり方、うんうん、これは松屋さんの金物のね、うん、塩水系松屋式ね、松屋式、はいはいはい、まあ、これもね実は松屋式と言われてますけれども、うん、実はうちの父がですね松屋さんに紹介した器具でございまして、うん、今の松屋さんの社長さんのおじいちゃんですね、うん、にご紹介した器具で、その時はうちはもうこれをね作ってましたんでね、うん、松屋さんにお勧めしたと。なるほど、そういう経緯があるんですね、はい、いろいろあります、コーヒーの歴史いろいろあって、ね、皆さんね話しなくなっちゃう、なくなってしまいましたからね、塩水系ヒストリー、また次回塩水系ヒストリーというのもね、ぜひぜひ、ね、次回なのか、はい、そのねいつか皆さん楽しみにしてください。またあと今度ね、うん、ちょっとね入れ方でねコツがありまして、はい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 、まずですね、うん、おこの距離は距離が、ねね、遠い人いるんですよ、うんうんうん、遠いからねこんなになっちゃってねやられてる方がいらっしゃる。かっこいいけどね、韓国人はこうだからね、おそういうやり方をすると絶対体がぶれるんですよ、うん、ね、スタンスはしっかりと、うん、なるべく自分の近くにそう置くと、そうすると何ができるか、自分の動きで距離ができる、うん、それと皆さんこれ秘密です。本来はセミナーに来ないと教えないんですが、はいはいはい、今日は特別、うん、私のことを神という岩崎泰造さんのために皆さんにお教えしますが、はい、ポットを持つ皆さん必ずこうやって持っちゃうんですね、うんうんうん、こうやってドリップするっていうのはすごく大変、手がこう動くんですよ、うん、こうね、人間の手ってこう出してね、こう動かすのと
を動かすのどっちが楽ですか。当然横に動かす方が楽なわけですよね。手を伸ばしてると肘を締めて脇を締めるどっちが楽ですか。重たいものを持った時、重たいものをこうやって持ちますか。こうやって持った方が楽でしょ。これと一緒です。貴重な見るで、コップは必ず横にこうやって持ちます。いいですか。反対側はこういう感じですね、うん、このフォームがね、うん、このフォームポイントですね、うん、このフォーム、うん、そして脇をこう締めて、そうそう、センターに立てる。コーヒーを、うん、センターから落としていくと。あとお湯の量、量が2人用だと少ないから、ポッと重たいわ、だから半分しか入れないって方よくいらっしゃるんですけど、うん、半分しか入れないとどういうことが起きるかというと、いいですか、この状態から半分、この角度になってしまう。お湯入れる時いっぱい入ってるとちょっとした角度ちょっと見にくいですね。角度的に少ししか動かないので、うん、ポタポタ落ちるんです、うん、じゃあやってみましょう。温度はもうキンキンで、いい感じで、だいたい94度ぐらい4人用使いたいと思います。了解です。じゃあ今94度最終調整してね、はい、作りますね、はい、こちらにねもう一本ポッと置いてあります。なぜここにポッと置いてあるかというと、うん、4人用で4杯分取るのはこのポットだけのお湯の量じゃ足りません。そしてお湯を同調させなきゃいけない。よくここで使い終わったらまた沸騰したやつを入れる方いらっしゃいますけども、そうするとこの中の温度が上がってしまう。ドリップっていうのはこの中の温度がだいたい83度ぐらいがベストと言われてます。よく70度で抽出するよっていう方もいらっしゃいます、うん、70度で抽出するっていう方は非常に時間を長くかけて、ゆっくりゆっくりかけて温度を上げて、うん、コーヒーっていうのはエスプレッソは時間が短いですね。ボタンを押してシュッブチュッと出てきます、うん、っていうことは温度が高いから時間が短い。水出しコーヒー、ダッチコーヒーとかね、あれは温度が上、まあお水ですよね、お水で使うから温度が低い、低いから長い時間かける、低いから長い時間かけるっていうことなんですね。それでコーヒーの抽出っていうのは使っていきます。さあ先生、はい、じゃあまずお湯入れていきますね。お湯は8分目ぐらい、いっぱいまで入れます。でこちらも2杯分ぐらいまではちょっと多めに入れますよ。はい、はい、結構入っております。どうですか、いっぱい入ってますね。こうやってね使うとやりやすく、でまずですね、よく直するお湯かける方いらっしゃる。この中はフラットです。フラット、平らですね、うん、そしてまずはじめにどの角度で落としたらお湯がポタポタ落ちるかをこちらで練習します。あ、この角度だったらこんなにポタポタ落ちるな、ポタポタ落ちるな、それで落としていきますね。まず真ん中、ただここで掘らない方がいいよ言いながらでも、うん、目印どうしても欲しいなっていう方がいらっしゃいましたら、この計量カップのお尻でちょこっとこの辺っていうね目印だけつけてください、うん、目標ですね、目標、うん、スパッツですね、うん、ゴルフじゃないね、ボウリングでもねスパッツ使いますけど、で真ん中に落とします。脇を締め落としていきますよ。ポタポタポタ、これを点滴と言いますが、これがドリップの基本です。あくまでお湯をかけて30秒間蒸らすなんていうのは邪道で、あれは家庭用のコーヒーの入れ方です。あれは円錐形ではなく線形の入れ方です。ところが線形ペーパーと円錐ペーパーの、構造的違いを知らない方で、お湯はかけりゃいいと思っている方、これプロと言われている方たちもそうですけども、意外にそういうコーヒーの入れ方をしている方がいらっしゃいます。徐々に入れることによってね、ゆっくりゆっくりゆっくりコーヒーの粉の中にお湯が浸透してきます。浸透してコーヒーの粉をふやかすわけですね。
タポタポタポタ、これはなかなか難しい。それは持ち方が悪いから難しいです。このように持ったらとっても楽で、なおかつ左手で支えてます。それとね、これちょっとね切り替えますけどね、女性で持てない方はタオル当ててください。このように下にこうしていただくともっと楽。うん、ポット自体を持っちゃうんだ。ポット自体を押さえちゃう、そしたらもう全然楽です。こういう手も使います。女性の方は結構こうやってね、私が教えた方、日本の方も韓国の方も台湾の方も中国の方もその他の方たちもやっております。まあね、いろいろ世界に行ってしまうので大変なんですが、こうやってどん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 お庭をポタ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 入れていくんですが、意外に時間が長いんじゃないかと、うん、ただここが一番肝心ですから、少しずつお湯を丸く丸くちょっと増やしていきますね。特にね MDK の場合はですね、若干入れ方が荒っぽくても荒くてもですね、このリブが短い分だけ抽出スピードが遅くなっていますので大丈夫ですから。相当濃厚なコーヒーが出てきましたね。ですね、うん、はじめに一番濃い部分が出てくる、で徐々に広げることによってなおかつ濃いものが出ていく、これ全体的に広がっていくからですね。全体に回しかけ始めるタイミングっていうのは、下にね液体が落っこってきた状態から広げてって構いません、うんうんうん、だから粉の引き方とかね、あのコーヒーの種類っていうかローストの種類ですね、よって若干違いますけども、このようにお湯をかけていくと、今だいたい2杯分ぐらい、3分の1ゆっくり入れていきます、押していきますね。この状態ぐらいでお湯を足します。で使い切ってから足す方いらっしゃるんですけど、そうするとねまた入れにくくなっちゃうんですね、うんうん、お湯の量が減りますから。なるほどね、ポット内のお湯の量がある程度入ってた方が入れやすい、安定する。で最後はもうお湯入れるだけなんで、うん、お湯の量が少なくても OK です。でゆっくりしか落ちてこないですよ、うん、ゆっくりしか落ちてこないということはどういうことかというと、コーヒーの粉とお湯がこの中で仲良くしているということですね。だからもっと粗くこう入れたとしても、器具の方が逆に腕をね支えてくれているというか、ペーパーが張り付いている様子がよく見えますね。そうですね、ペーパーが張り付いているってことは、ここに浮いたアクが漏れないということです、うん、そういうことですね。これリブが、うん、リブから出るっていうことを言いましたけども、リブがあるっていうことはこの横からすぐに悪いものが先に出て落ちてしまうってことですね、うん、今3杯まで入りました。でホールドがいいから置いとけるんです、こうやって、うん、そうですね、うん、スピードがね、ある程度制限されてますからね。だ業務用の方でもね、3つ並べてね、ちょんちょんちょん、あ、ちょんちょんちょんとやってる方はこれの方がいいと、うん、MDK の方がいいよという方が多いですね。であとは4杯まで、お湯の量はいっぱい入れます。かなり上まで攻めます、上まで攻めますね、うん、なぜかというとアクを上に浮かさなきゃいけないですね。これ映ってますか、アクは浮かしております。だけどリブが短い分ペーパーが張り付いているのでブロックしている、ブロックしているから上の浮いたリブを、あのアクは落ちないと、うんうん、これがリブを短くする理由ですね、うん、そんなこと言うと誰かはまた真似するかもしれませんが、真似しないでくださいね道具道具はい、でこうやって取ります、ね、いろんなものがあります。これでね一応ねよく見ていただくと分かると思いますけど、最後にね、うんうん、こっちを見た方がいいかな。そうするとですね、何が起こるか、
ここにねコーヒーの粉がねたまりにくいんですよ。たまりにくい。そうです。なぜかというと、うん、このペーパーから漏れてないんですよ、はいはいはい、漏れてないから上に浮いたコーヒーだけがここに引っかかってくる、はいはい、ここから漏れてると吸われてしまうんでこの層が厚くなってしまう。厚くなる、ね、厚くなる、はいはい、厚くなってしまう、うん、まずいものを引っ張ってるということなんですね、うんうん、でよく上まで入れて、うん、はいフィニッシュって言って真似てる方がいらっしゃるんですけども、うん、それができるのは高度の器具だけです。上までリブがあるものとかを使うとそれをやっても何の意味もない。まずいもん出てるのになんで取るのという話ですね。そうするとこのようにきれいに平らになってきます。でここもエスプレッソのクレマのようなきれいな泡が残ればいいわけですね、うん、上の層がやっぱりこう壁が薄いっていうのがポイントなんですね。壁が薄いポイントなんですね、うん、で壁が厚いっていうことはみんな引っ張られてるってことです、うんうん、横からね。このリブは水路なんだから、うん、水路があるっていうことは厚くなってしまう引っ張られてしまうっていうことですね。いやーなるほどね、はい、じゃあね太蔵さんコーヒー飲んでみましょうね。記念。さあそれでは試してみましょう。楽しみです社長、はい、いやそれで それで社長から今回は召し上がれを、はい、まあ、その前に皆さんその前に大事なやつが、はい、大切なこと大切大切大切なことですね、うん、はじめに濃い液体が落ちたので、うん、竹べらとか攪拌するものでよくかき回します。まあスプーンでもいいんですけどスプーンの場合はガラスにカチャコチョカチャコチョぶつけないようにね、うん、してください。竹べらいいですよ ね、 ね、コーヒーの風情が出ますよ、まあ、これはね、うん、スプーン使って割っていただければ私も儲かるということでございまして、うん、いやじゃあ社長、はい、どうぞ行ってみましょう、はい、いいですか。じゃあこの具合で、はい、こちらでじゃあ、ね、いただきます。いやこれ召し上がれでなんとかお願いしますよ。えじゃあ皆さん美味しいコーヒーを召し上がれ。いただきます。いやほら味が違う、うん、美味しいコクが出ますねこれはね、うん、いやコクが出るのにスッとこうバランスが取れてるというかね。それは、うん、アクが入らないから。アクの部分が入るからまずくなる、うん、だからちなみに皆さんそれあこうの薄いってやがるこう思ってる方いらっしゃったらこのアクとこの出来上がったコーヒーを混ぜて飲んでみてください。おそうすると、うん、こうのが言ったこと本当なんだなってことは初めて分かる。でアクの色も濃いんですよ、うん、え入れちゃうとどうなる。入れちゃうとまずくなる。ダメってことはちょっと入れないでよ。入れませんよ入れないでちょっと監督もどうですか。あのねキレがあってまろやかでコクがあって、うん、なおかつ嫌味がない、うんうん、その通りですねこの味は。で嫌味はここに凝縮してますからこれがあの嫌味の塊、まあ、雑味ですね。じゃちょっと社長軽くあこちら監督だった監督軽くちょっとどうでしょう。同じコーヒーだとは思わないです。思えないです。ちょっとそのまずいのはもうお貸しください。でちょっと減らしました、うん、そこに、うん、これが皆さんが入れているコーヒーです。正直こっちの方が飲み慣れてます、うん、でしょ。だからまずいものを皆さん飲んでます。はい、それをコーヒーと思って、いいのとこっちが違う世界の飲み物ですね、うんうん、これがコーヒーであれはコーヒー色のお湯です。河野社長そして、はい、今回はこちら5色の5色カラーフィルター、カラーフィルターですね。出たんですよねこれね。出ました、新色は、うん、このグリーンとグリーンとこのブルー若干私がブルー好きで 何回かいろんなモデルで作ったことがあるんですけども懐かしいですね2010年のね、うん、ブルー思い出す、はい、うん、久々の復活および皆さんに手を届かないぐらい100セットとかね、うん、私どものね熟成とかねグループの方専用で売ってしまったもので、うん、
もう一回作ってくれということが多かったんで作りました、うん、これとあとこちら95周年モデル、お、来ましたね、こちらね、おめでとうございます、ね、やっと95年、パーティーができない95年ですが、うん、来年95プラス1というパーティーができたらいいかなとこう思っておりますが、楽しみにしてます、はい、こちらとですね、こちらもですね、8月以降今ですね、品切れ中でございまして、増産しております。色がいいですよね、はい、またね、これこの式はこのポップなカラーが本当にたまんない、まあ、これはね僕の昔のですね、うん、携帯電話のカバーとねそこからインスピレーションが、インスピレーション一回中国バージョンで作ったんですけどね、いや皆さんもねぜひぜひちょっといろいろとチェックしていただいて、とにかく気まぐれな河野さんですから、その時にしか手に入らないアイテムがかなり多いんですよ。ぜひぜひ、ね、私もねコーヒー軸入っていただければ、熟成通信というレアものを回す LINE グループがございますので、うん、ぜひぜひ河野式コーヒー軸、河野式コーヒー軸の方もぜひちょっと概要欄の方からね、皆さんチェックしてください。焙煎もできますから、はい、皆さん体験してもらいます。よろしくお願いいたします。いやー、河野社長、いろんなカラーがある中で、はい、なんかもしできれば、はい、泰造オリジナルカラーっていうのを、そうですね、泰造さんオリジナルカラーやってみましょう。ぜひ、いやぜひよろしくお願いします。いや、こちらこそありがとうございます。いや、皆さんぜひ今後期待でございます。カラーの方はね、これからいろいろと、はい、河野 MDK もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、ね、私もちょっといろいろ勉強になりました。今日もありがとうございました。本当に、いや、皆さんぜひご自宅で河野式のアイテム、いろいろありますから、概要欄の方でですね、情報載せてますので、よろしくはい、時間となりましたので、皆さんチェックの方もお願いします。いやもうね、深くて濃厚な河野先生のレクチャーでしたね。いや、また続編も皆さんお楽しみに。じゃあ社長、また次回も楽しみにしてます、はい、ありがとうございました。いやー、 YouTuber なれるんだ、完璧、なれるなれる、いけますよ、うん、じゃあカメラ契約結ぼうか、僕も最高じゃないですか。さあ、皆さんいかがでしたか。河野式の魅力について、連続でですね、さまざまな角度からこう見てきました。河野式のやっぱりこだわりと長い歴史はもう本当に素晴らしいですね。今回このチャンネルから、視聴者の皆様に、なんとプレゼントということでですね、こちらご用意しましたので、河野式シリーズのですね動画見ていただいて、興味が出てきたと、これからやってみたいと、またちょっとこれまで違うドリッパー使ってたんだけど、河野のフィルターにもチャレンジしてみたいっていう方はですね、ぜひぜひちょっとね、こちら応募していただきたいなと思いますが、今回最新型の、こちら河野2人用のドリッパーですね、さらになんとこれ新しいペーパーですよ。最近変わったんですね、シルキーペーパー、これまだもしかしたらこれまでのペーパー使い切ってないってところで知らない方もいらっしゃるかもしれないですね、河野ユーザーの中でもね、新しい河野のシルキーペーパー、こちらもセットでドンということでですね、皆さんにお届けしたいと思います。抽選で3名様にお届けしたいと思います。あとぜひグッドボタンの方もね、よろしくお願いいたします。皆さんもご自宅で、ハッピーなコーヒーライフをお楽しみいただきたいと思います。またお会いしましょう。